はい、生の吉横須賀さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日もご飯が進むおかずにしてみました。先ほどの、鶏の唐揚げとメープルチキンの塩梅も良さそうだったんですけれども、はい、こっちも塩梅いいですよ。梅干しそのまま使います。材料です。はい、豚の薄切り肉 100g、 それから長芋が6センチぐらい、太めのが6センチぐらいですかね、細かったら10センチぐらい用意してください。それから長ネギが2分の1本です。調味料は塩コショウ少々と炒める油が大さじ1杯です。塩梅タレを使っていき作っていきましょうね。梅干しちょっと大きめのを2個、それから生姜小さめ2分の1かけ、お酒が 50cc、 お砂糖が小さじ1です。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。まず豚肉からいきますね。今日ねしゃぶしゃぶ用の薄いのにしたので片面だけ塩コショウしていきますね。で一口大に切ってしまうとかなり小さく縮んでいくので、これ薄いからちょっと大きめにしてます。もし厚みがあったらもうちょっとねその半分ぐらいの大きさにしてくださいね。塩、あれ塩振った、今振った振りましたね。はい、塩とコショウです。はい、でその他の材料ですけれども、長芋ですね、ちょっと細かったので、半月にしました。太かったらその半分ですね、4分の1ぐらいのいちょう切り、細かったら輪切りで結構です。はい、でネギは斜めの薄切りになってます。はい、熱くなってきましたので油いきましょう。大さじ1杯入ります。そしてここにまずお肉です。で薄いのでね、あのバラバラに入れてください。こうしてね塊で入れるとほぐすの大変なので、油が絡む程度で炒めていきましょう。そんなにねあの時間かけて炒めなくていいですよ。この後蒸し焼きにしていきますからね。バラ肉をねたっぷり使ってもいいですし、今日は肩ロースのしゃぶしゃぶ用だったのですぐ火通りそうですね。あと鶏肉でやっても美味しいですよ。梅干しと合いますからね。じゃあここにこのぐらいになったら長芋入ります。はい、でお肉の油をちょっと絡めるようにしていきましょう。さあ OK、 じゃあちょっと蓋をして 2,3 分ねこのまま蒸し焼きにしていきます。その間に塩梅タレを作っていきましょうか。梅干しのこの塩気とそれから酸味がいい塩梅って言いますけれども、ちょっと大きめです。種を取り出して、あのお家で作る梅干ししょっぱさ違いますので、これは加減してくださいね。割とこれ塩薄めだったので大きめのを使ってます。あんまり細かく叩かないでください。いつもだと梅肉状にしてトン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 っていくんですけれども、少し塊が残る程度で結構です。はい、ポイントです。はい、梅干し粗めにしました。味に強弱がつくんですね。あの細かくしちゃうと全体にしょっぱい味が散ってしまうんですけれども、これだと口に入れた時に梅干しだって分かりますからね。はい、ここにお酒、それから生姜のみじん切り、それからお砂糖ですね、に加えてください。で軽く混ぜておきましょう。梅干しの存在感分かりますよね。固まってますからね、こんな感じで。さあそれではいい感じじゃないですか。こっちが、はい、固まってきました。さあネギ入れます。あれ、これポイントいったっけ。はい、これポイントです。ネギ後からです。最初から入れるとこの辛みとかね香りも飛んでしまいますので、最後に加えてくださいね。少ししんなりしたら、はい、まとめていきます。これいろんなのに合いますよ。お魚とかにもねいいですから、やってみてください。この塩梅タレ、はい、強火で絡めましょう。で長芋の加減ですけれども、柔らかいのが好きという方はもうちょっと長めにね蒸し煮にしてください。少しシャキシャキがある方がいいという方はこのぐらいで OK です。はい、絡めて絡めて、はい、ちょっと軽く塩コショウしておこうかな。はい、塩入りました。さあできました。ご飯にかけてもいいんですけどね、今日は別に盛り付けましょう。
この長芋独特のとろみがいい感じですよ。はい、出来上がりです。ご飯と一緒にどうぞ。はい、完成です。はい、出来上がりました。豚肉と長芋の塩梅煮でございます。もう豚肉も長芋も梅干しも好きなんで、はい、早く食べたいですね。お味が楽しみです。